鈴木一時寛永11年4月23日は、戦国時代から江戸時代前期の武将、鈴木重義の子、鈴木主政の父、通称、平三郎、平米、主名聖、浜松にて出生という、慶長5年、井伊直政につけられた父の配下として、関ヶ原の戦いに参戦、同7年に伊直政が病死して、 長男の直継ぎが家督を継ぐと、父、岩見守る茂吉と、木又守るマサルと共に狩ろうとして、大見彦根藩の火星を行った。ところが、慶長十年になって、同じ家の重臣である無原正直を、西郷住院たちから徳川家康に宛てて重吉、重、辰夫氏が不正を行っているとの告発が出された。家康は、告発を受理しなかったものの、重吉に、 所領のある、上野国での兵器を明示、桃立や無垢限、西郷ら重臣たちには、起承文を書かせて和解させた。この結果、重吉の後式は、桃立つが継承し、彦根藩において、治業5500国、70期を従えたという。慶長15年に、木又守る価値が没すると過労がいなくなってしまった、ために、鈴木和時と、倉原正直が過労に任じられた。 同19年、大阪冬の陣では、いい軍の先陣を務める。元長元年、いい名を継ぐ改め、なおかつが、上の安中藩に風ぜられるとこれにつけられ、火星を取り仕切る。寛永11年4月23日、江戸で卒。一説に50歳という、安中の札寺に葬られた。戒名は、上皇院伝神土長を起こ長男の長松丸は手元になく。 日立三戸藩の不賀老として召し出されて赴任した老夫に引き取られていた。次男以下の男子に対して安中藩が重たつの所領を分割減量して相続させようとしたため存命だった老夫、茂吉はこれを怒り、昼日中に安中藩の屋敷から孫たちを連れ出すという居に出た。このため、医師家臣としての鈴木家は消滅した。いずれ将軍家に願い出て、 旗本に取り立ててもらおうとしていたが、ほどなく、主吉義は病死してしまい、結局次男以下の男子については、部屋積みの身分で生涯を終えることとなってしまった。ありがとうございます。